ことの葉ラジオ。皆さんこんばんは、ことの葉ラジオのお時間です。今日も皆さんに素敵なお話をお届けしたいと思います。ナビゲーターの崎山日和と加部まなみと松本流星です。よろしくお願いします。可愛いタイトルコールのジェスチャーでしたね。元気いっぱいだった、ね、腕がついてた。いや元気よくやっていかないと。どこでエネルギー使ってるんですか。元気失った今。おかしいおかしいおかしい。今から元気になってる。なんでなんで。本編始まった途端ね。急に。もういやタイトルコールにどれだけ命かかってるんですか。いやタイトルコールは大事でしょう。分担してくださいちゃんと。余力を残してください。この番組始まりましたよっていうね。元気を。間も大事だから。出していかないといけないんでね。そのまま継続してください。お願いします。さあ本日。本日。終わるよ。そうよ。終わるの？今年も終わるわよ。まだよ。それはまだよ。12月のうちの6月が終わったのよ。っていうかでも半年過ぎんのか。そうよ。え、無理かも。え、無理じゃない。無理じゃないの。無理かも。無理じゃないの。あなたが無理でもこの世界は進んでいくの。向き合えない向き合えない。どういうことよ無理って。早くない？27の？あなたがこの6ヶ月何をしてきたかちゃんと向き合って。なんか何もしてないような気がしてくるよね。なんかひどい言い方だな。してるよしてる大丈夫。いやでもそっかもう半年過ぎるんだね。折り返し地点だ。いやなんかこうやって見ると人生ってあっという間ですよね。思ってるんだけどさ、はい、常々壮大だよね。お正月にもう終わりますとか言って。いや平和だ。今これからの人生ももし平和でこうやって生きていけるんだったらこれをあと何回か繰り返したらもうばあちゃんなんだなと思うとさ。そうね、そう確かにね、確かに。そうそうそういう考えだ。思い出すことが少ないぐらい穏やかな日々だったと、うん、そうそうそう。だんだんね歯も抜けてきてね、うん、いやさ可愛いおばあちゃんになれるように頑張っていきたいですね。でもさ僕あれじゃん、そのガベちゃんとか日和より3つ年上じゃん。はいはい。もうアラサーになってきたからさ、すごく時間の流れが早く感じるわけよね。怒られませんか。ん27歳でアラサーはちょっとどうですか。いつからアラサー。29歳の方が、まあ、もうすぐアラサーだしな、わかるんですよ。いやだってアラウンド30だから30の周りはアラサーでしょ。そっか、ちょっとアラハラかもしれない。アラハラ。新たな言葉が生まれた今。アラハラかもしれない。アラハラ。アラサーだからさーっていうハラスメントあるかもしれない。そんな自分に対して自分がハラスメントすることあんの。外に向けて言っていくっていう。己に課していくかもしれない。俺もアラサーだしね、私もアラサーだしって。さあでもさ時間の流れ早く感じるんだけどさ、うん、全然なんか年取った感じしないの。すごいなんか時代の進歩みたいになってる。そういいことなんじゃないですか。そんなこと言ったら私もだけど ねずっと変わんないよね。気持ちは荒さなんじゃない。だから私も荒さ。そっち本当に時代は早い、あの時の流れは早いけど私はもう中学生で止まってる。そう。あ、なるほどね。なんか未だになんか22とか23の気分なわけ。多分おじいちゃんおばあちゃんになってもそうなんだろうね。そうだね、まだまだ若いみたいな ね。でも健康法の一つな気がする。でもさ、なんかその我々がさちっちゃい頃に想像してたなんていうの、30代40代みたいなのとさ、それこそ今で27歳僕だと、僕がちっちゃい頃思ってた27歳と実際の今の自分を見ると全然違うなって思って。なんかちっちゃい頃思ってた27歳ってもっと大人なイメージだったの。私だったらあれだな、多分一番26、27ってさ、あの結婚するって書いてる年だと、うんうん、小さい子とか周りの子もそうだった気がする。そう、蓋開けてみたら全然なんか気持ち的には23歳ぐらいの気持ちなんだよね、うんうんうん、変わらないよね。そうダイソンぐらい変わらない。ただ一つの掃除機。変わらない吸引力。ここで何を吸引してるんですか。スポンサーさんいますこちら。ダメダメ言っちゃダメなやつ。そんなことあります。ないですよ。そう、私たちの力と皆さんの台本の力と見てくれてるリスナーさんの力でできてますからねこの番組は。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、今後も変わらずね。なんでまだ続けようとしてますか。生きていきましょう。生きていきましょう。壮大な人いました日和さん、こちらです。
彼の方が壮大だと思います。ここ壮大な人しかいない。怖いよ。どうしよう。ということでね、台本読んでいきますか。ごまかしましたよ。お話をお届けしていきましょう。そういう番組なんでね。なんだこの人。紹介します。はい、お願いします。世界で一番綺麗な宝石、こちら針の音からハリネさんの作品でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして2作目、お見通し、こちら鍵谷元也さんの作品でございます。はい、ありがとうございます。どんな壮大なお話なのか、はい、それとも全然違うのか楽しみですね。楽しみですね。はい、皆さん準備はよろしいですか。もちろんです。ではでは、世界で一番綺麗な宝石、お見通し、2作続けてどうぞ。世界で一番綺麗な宝石を君に、ハリネ。僕は一人の女性に恋をした。彼女は突然僕に言った。世界で一番綺麗な宝石が欲しいの。僕はお金もなく、宝石なんて買うお金はなかった。僕の仕事は農家である。毎年同じ作業の繰り返し。心が躍ることも、ときめく瞬間もない。唯一、曇った瞳に生を感じられる時といえば、作物が元気に芽を出した時くらいだ。そんな僕の目の前に現れた女性は、見るからに都会に生きる女性という感じで、華やかで、明るくて、そして笑顔が素敵な女性だった。彼女は僕の農場で育てているイチゴを自分が新しく出す飲食店で使いたいと言っていた。僕は彼女に恋をした。その後、何度か食事に行くことになり、付き合い始めたんだ。そして1年が経った。今、僕は彼女からのお願いをどう叶えてあげればいいか分からずにいた。ある日の晩、空を見上げてると、綺麗な黄金の月が浮かんでいました。丸くて、金色で。僕はこの月を彼女にプレゼントしたいと考えました。しかし、当然のこと、月をプレゼントするなんてできません。僕はできないことばかりだ。落ち込みました。はあ。黄金に輝く月よ、そこに本当にかぐや姫がいるのなら会わせてください。ただ話がしたいのです。大切な女性に喜んでもらうにはどうすればいいのか教えてください。僕は彼女の笑顔が見たいのです。それは祈りなのか、ただ月を見上げてつぶやきました。そして僕は帰路に着こうとしました。家に帰る途中、月の光に照らされた雲を見て気づいたんです。真っ黒な雲でした。すると雨が降り始め、雷が鳴り、強い風があたりを覆いました。だんだんと雨風は強くなっていき、今まで経験をしたことのない嵐がやってきました。家に着くと、いちご畑のハウスが壊れていたのです。僕は彼女が好きだと言ってくれたいちごを守ろうと、無駄な抵抗を続けました。もうやめてください。このいちごたちを奪わないでください。ずっと口にして、治らないハウスをまた建てようと抗っていました。そこに彼女がやってきました。記録的な台風だって、心配できたの。見て、木も倒れてる。危ないから家に入ろう。彼女は止めました。僕は彼女を唯一笑顔にできるイチゴだからと手を止めませんでした。彼女は言いました。あなたは私の笑顔が見たいと言うけれど、あなたに何かあったら
私は泣くわ。あなたが心配なら私はずっと笑えないわ。僕はうなだれ諦めました。家に帰り、そこから記憶がありません。翌朝、雨は上がっていました。いちご畑を見に行くと、荒れ地となって僕を出迎えました。これで収入もない。彼女が僕に声をかけました。もうあなたのいちごは食べられないのね。僕は泣きそうになりました。彼女は生きていくためにはまた一から始めないといけないと言いました。何を育てようかと僕が考えたその時、彼女は言いました。お米を育てましょう。米なんて育てたことがない。けど彼女が笑って言うもんだから、僕は勉強しながら稲を育てました。秋になると畑いっぱいに稲が育ちました。夕方4時くらい、家で休んでいると彼女が慌てた様子で僕のもとへ訪ねてきました。一緒に畑に来て、今すぐ。獣害にでもあったのかと慌てて外へ出ると、辺り一面黄金の絨毯に覆われていました。その先には黄金の太陽が地平線にぴったりとくっついていました。彼女は言いました。まるで太陽の指輪みたい。世界で一番綺麗な宝石をプレゼントしてくれてありがとう。世界で一番綺麗な宝石を君に、ハリネ。お見通し、鍵谷元也。和子ちゃんはいつもぼーっとしているようで、時々鋭いことを言う。今日も突然こんなことを言い出した。ねえあやと、あんたの考えてること当ててあげようか。え、何急に。もしかしたら私、超能力に目覚めたかもしれない。え、超能力？そう、あんたの考えてることがビビッと伝わってきたのよ。本当に？気のせいじゃないの？だから実験するの。だからほら、協力しなさい。はあ、はいはい。じゃあ目をつぶって考えてみて。何を考えればいいの？何でもいいわよ。うん、わかった。お腹空いたな。今日のご飯なんだろう。あ、国語のテストで100点取ったからハンバーグ作ってくれるって言ってたっけ。楽しみだな。来たわ、ビビビッと来た。本当に？あんた、明日の算数のテストやばいなって思ったでしょ。ああ、全然外れだ。でもこういう時違うって言ったら和子ちゃん怒るからな。すごい、正解だよ。そうでしょそうでしょ。じゃあ行こっか。え、もう終わり？今当てたんだよ。そこはもう一回とか言うところでしょ。あ、そっか。じゃあもう一回やる？もちろんよ。じゃあ行くよ。テストが終わったら夏休みか。去年はプールに行けなかったから今年は行きたいな。和子ちゃん誘ったら来るかな。来たわ、ビビビッと来た。本当？あ、どう？夏祭りで焼きそばとかき氷食べたいって思ったでしょ。今回も全然違う。あ、すごい、連続正解だよ。どんなもんよ。じゃあ次。あ、まだやるの？当たり前でしょ。ほら早く。わかったよ。あ、そっか、夏休みには夏祭りもあるんだった。去年は和子ちゃんと一緒に出店回ってたらお父さんたちとはぐれて迷ったんだよね。
あれは不安で怖かったな。来たわ、ビビビッと来た。本当？2年前に行った遊園地のお化け屋敷のこと思い出してたでしょ。あー、あれね。全然怖くなかったやつでしょ。逆に面白かったくらいだったよね。そうそう、懐かしいな。で、どう？合ってた？あー、うん、正解だよ。わこちゃんすごいな。じゃあ、これで最後ね。うん、わかった。やっぱり、わこちゃんとお話ししてると楽しい。今年もいっぱい、わこちゃんとの思い出を作ろう。わこちゃんの可愛い姿、いっぱい見たいな。来たわ、ビビビッと来た。あ、ほんと？なになに？私のこと、可愛いって思ったでしょ。ああ、いや、ハズレだよ。そうなの？残念。びっくりした。急に当てるんだもん。恥ずかしくなって、ハズレって言っちゃった。ああ、全問正解は逃したか。でも、あんなに当たったんだもん、すごいよ。まあね、アヤトのことは全部お見通しなんだから。これからも僕はワコちゃんと一緒にいたい。うんうん、一緒にいよう。大好きだよ、ワコちゃん。来たわ、ビビビッと来た。え？お見通し、鍵谷元也。はい、世界で一番綺麗な宝石を君に、お見通し2作続けてお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いい話。本当にどっちもいい話、ね、素敵。いちご食べたくなっちゃう。かわいい。なんかいちご農家さんっていいよね。いいよね、うん、名前の響きがちょっとずるいよね。いちご農家さん、もうキラキラしてるもん。赤と緑でね、ファーってこう、かわいいね。いいね。お米すごいね。いちご農家さんからお米。急にね。全然農業詳しくないけど、かなりの転職なんじゃない？ね、全然違う感じするよね。ね、だって植える畑も違うわけだしね。うんうんうん。お米いいね。でもなんかいいね、ブランドとかになるわけでしょ。自分のこの名前とかつけれるじゃん。そうだね。いちご米、いちご米ね。いちごの風味漂う。かわいいね、いちご米いいね。なんかそれに由来した名前かわいいかもね。ねえ、かわいいかも、それいいな。でもすごいね、彼女さんもお米を育てましょう ね。それを信じて突き進んだ彼もすごいよ。ちゃんとまだやっていけるって信じてたんだろうね、ね。どっちもね。ね、もしかしたら飲食店にね、お米使われてるかもしれないしね。いいね。いいね。っていうか、なんでいちごから急に、何がお米にしたんだろうね、彼女さんも。なんか降ってきたんですかね。お米に詳しかったのかな。かな、もしかして。そうだ、お米だ。何なんだろうね。ね。ね、不思議だけど。すごい人生の転機だったのかもね。うん。ね。まあ、もしかしたら全く違うことを作らせて忘れさせようとしたのかもしれないけどね。転換というか、気持ちを変えるためにね。一生懸命勉強しないとできないわけじゃん、うん、没頭できる何かが。そうそうそう、で忘れさせたかったとかはあったのかもね、うんうん、実際ね、今沖縄は台風が一番発生する時期というか、そうありましてね、去年とか一昨年とか、まあ、毎年なんですけど、結構な台風被害がね、農家さんだけでなくね、あとも出てますけど、今年はね、どうにかこうにかそれてくれたらいいなって。そうだね。そうだね。なかなかね、人間の力じゃどうにもならないところもあるから。台風ないとね、困ることもたくさんあるんでね。そうだね、海はね。混ぜてもらったりとか、うんうんうん。台風中の海中ってどうなんだろうね、魚たちって。もうぐるぐるしてるんじゃない。あー、結構気軽大変なんじゃない、もうファーってなってるんじゃないですか。わかんないけど、あどうなってるんだ。波がすごいんでしょうね、多分。大変だな、みんな大変。あの、乗り越えていきましょう。そうですね、はい、私たちはね、ちょっと
かすこととかできないから、できるだけ被害がないように。そうだね、お祈りするしかできませんけど、ちょっと願って祈っておきます。はい。さあ、そしてお見通し、かわいい、すべてお見通しですので、かわいいね、あやとくんとバコちゃん、合わせてくれるのめっちゃ優しい ね、私の中では勝手なイメージですよ、人物イメージですけど、この人物設定というか、それ小学5年生だったんですけど、もうランドセル両手で持つタイプですねで、メガネだと嬉しい、かわいいねなんかわかるこの感じ、かわいい、ちょっとおとなしそうな感じそう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 、小学5年生だから結構さ、うん、あれじゃあもう次中学校の準備だとか、6年生だぞみたいになるけど、この男女関係なく幼馴染なのかわからないけど、いいよね、いいよね、かわいい、 いいね。でもこの配慮ができる小学5年生すごくない、ね、これどっちなんですか、将来絶対ジェントルメンですよ、ジェントルメンですよ、配慮ができる彼と、その配慮せざるを得ない彼女ファイトですよ、相性バッチリ、バッチシバッチリ、怒らせると怖いって何なのなんかしたのかなでも可愛いんだろうね、そうだね、拗ねちゃうんだろうね、うん、多分拗ねちゃうんだろう、怒るってよりかは慰めるのがちょっと大変なんだろう、可愛い。さあ最後どうなっちゃったの、逆にお見通しだねそういうところも、確かにお見通しがいいし、もうお互いが 見通しあやとくんの方がすごいね、わこちゃんを、おすごい大人ですね、将来楽しみです、そうこれからに期待させていただいて最後どっちだと思います、バレるかバレないか、いや多分ね、私は全く違うこと言われて、うん、全く違うことだと思うな、僕も新喜劇ぐらい、わかる、違うんかいみたいな、斜め上の方向に行きそう、なんだろうなんていうかな、斜め上だった犬飼いたいって思ったでしょとか言いそうあ、でもよくない、〇〇ちゃんのこと考えてたでしょみたいな、わあ違うよみたいな、つい言っちゃう、そう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 、だって僕はね、僕は何よ、ふーってなっちゃう、すぐ生やし立てるんだから森さん心の声が現実ではしないですよそんなこと、思いっきりマイクに乗ってたよ今ラブソースイート流しちゃってねDJ みたいにさ、こう肩に背負ってさ、多分あれだよ、もう電柱の裏とかに行っちゃう、私危ない危ないそんな不審者危ないわよくないよくない勝手にね、人様の台本でこんなことまで妄想して盛り上がっていますいつも、すいません、ありがとうございます。なんかさ、お二人はこいつの考えお見通しだなっていう友達とかいたりする？いますね、います、いるんだ、います、大体読める、大体読める、お大体読める、多分大体読まれてる双方読み合ってる、双方にね特に食べ物系は読めるね、あ私と2人親友の子がいて、大体3人なんですけど、うん、何食べたいってなるじゃないですか、うん、これかなって候補あげた時にもう反応というか分かるんで、あこれじゃないわってなります、お絶対今違うこと考えてたでしょって言ったら当たります、平和です、すごいバトルはなし、いいね、でも、うん、いい方向にその能力を使えてるよね、確かに、そっかそっか、まあ、間違えることももちろんあるけど、うん、でも大体はすごい素直すぎてさ、お見通す前になんか出ちゃってるんですよ、もう答え、はいはい、にじみ出てる、見えてる見えてる、そうそう、そんな素直で可愛いお友達がいます、そっかそっか、よりはどうだい、私ね、友達じゃなくて母の考えてることは大体わかりますいい娘、いい娘、うん、母の教育のもと育ってるので、あもう大体思考が同じなんですよ、ルーン完全にね、そうそうそう、思考回路がね、感じですかね、どうですか流星さん、私はお見通しされる側ですね、バレちゃうんだ、バレちゃうかというとバレちゃう側の人間ですね、バレちゃう側としては分かるんですか、いや分かるっていうか、何も言ってないのに向こうから返事が来るの、だからその友達と待ち合わせしてて、このどこどこでじゃあ待ち合わせしようねって言ってて、その友達がちょっとバス遅れてるっていうから、うん、あそうなんだって言って、ちなみにどこで降りて向かってくるのって聞いたら、あの駅まで迎えに来なくていいですよって言われて、すごいなるほど、もう行動パターンさ、そうあの
あなたはそれを聞くと駅まで迎えに来る人なのでいいですって言われて、お店で待っててくださいって言われて、すごい大人に大人が大人のぶつかり合いみたいな。そう、あの雨降ってたから、そうわざわざ雨の中迎えに来ないでください、ジェントルとジェントルのぶつかり合いみたいな言われて、なぜ僕は何も言ってないのにまあね、世界にはやっぱりね、見通される側と見通す側の人間がいるってことで、多分バランスを取り合ってるんだと思います。何も言ってないじゃんって言ったら、何も言わなくてもあなたは来るじゃんって言われて皆さんはどっち側の人間か楽しみですね、はい、聞いてみてください、大事な人とかに、ぜひ、はい、ということでお時間ですそれでは皆さん、また次回も素敵なお話紹介しますので楽しみにしていてください。また来週お会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。お見通しです。